人生書き色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生書き色です。俺たちとスイッチと40代プレイということですね。今回プレイするソフトはヒドゥンパウズになります。よろしくお願いいたします。それでは続きをやっていきましょう。ゲームスタート。さあさあ、猫ちゃんを探すゲームもだいぶ佳境になってきたんじゃないでしょうか。多分ですけどね。今回もごゆっくり皆様、猫探しの旅にお付き合いください。まあ、11匹っすね。いきなりけど声聞こえてるな、もう。でも思ったより、今回は狭いな。狭い、あ、前回は狭かったわけじゃないのか。あ、いきなりいた。はい、いました。さあ。これそうじゃねえの？なんか今回ちょっと簡単っぽいっすね。まあ、この勝手な。想像ですけど。で、こうやるぞ。えらく簡単なんですけど、すごい順調だよ、今回。もう3匹いっちゃったよ。だってあと8でしょ。これまでに比べるとよっぽど簡単だよ。って言いながらいないけど、最近気づきましたからね。あ、猫ちゃんのこの声をきっちり拾っていくことで狭いな、ほんとほんと狭いな、ここてもういるし。これだよね。あれ、えらく密集してんな、今回。本当に猫ちゃんの密集具合がすげえ。これもそうじゃないの、やっぱりすげえ。今日冴えてる。声超えた。絶対こんなのいるな、どっかに。どこだい？ 2 匹ぐらいねえか、この辺に。違うな。これそうじゃねえの、違うのか。ですよね。聞こえた。違うな。ん？声はすげえ聞こえるけど姿は見えず。違うな。でもまあ残り3ですからね。焦ることはねえ。あ、いるわ、上だ。これだ。みなし OK になりました。あ、みなしでいきませんけどね。さすがにこれは見つけに行きますよ。まあ、だってほぼほぼ時間使ってないですからね。あれ、これ違うの？マリじゃねえか。ですよね。やっぱいた、ここに。あと1匹だよ。最後はどこだい？これか。やったー！すごい順調にいきましたー。
はい、というと今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。今回はね、なんかミニマムな感じの建物の中に11匹の猫ちゃん確実にゲットできました。いや、次回も楽しみにってことですね。またスイッチのソフトに関しましても様々なタイトルをプレイしながら思い出を語ったり率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメントといただけますと嬉しいです。コメントが苦手な方はグッドボタン、高評価を押していただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。